なんてかっこいいんだろう。問題発生、問題発生。リアタイヤ入れようと思ったんですけども、ここですね、ここ、これのねボルト、ここがね若干タイヤにね擦れてますね。ですのでこのボルトをね短くしようとするとエンジンマウントのところから外さないとこのボルト取れないみたいなんですよ。ですので今からサンダーでね切り落としたいと思います。はい、一応ねここの長さ1センチぐらいね短くしたんで、これだったらぶつかんないと思うんですよね。やってみます。じゃあですね、一応タイヤの履き替えは終了して今試走してます。今1キロぐらい走ってきたんですけども、このサイズのスノータイヤ、これですね、フロントは問題なく履けますが、リアに関してはエンジンマウントのところを擦ってますね、タイヤがね。ちょこっとなんですよ。90、100。このサイズはギリギリ履けませんね。でもね、見た目はかっこいい。ただスタンドがね、肩持ちになった。まあいろいろありますね、ほんとね。一朝一夕でうまくいくようなものじゃないんですね。その辺初めて分かりました。大体あの3インチのタイヤの高さですから、まあ、それ以上になるとやっぱりむずいんですね。これだとなんだ9センチのタイヤの高さになっちゃうんですよ。 7.59 と 1.15mm、 15mm の差が出てくるんですけど、その 15mm の差で結構もうギリギリアウトっていう感じなんですね。まあ、皆さんの中で
こんなことする方ってあまりないと思うんですけども、皆さんの中でですね、ベスパヴィンテージシリーズ 50S も100も125もタイヤのサイズって一緒っすよね、まあ、違ったらごめんなさい。ヴィンテージシリーズに関しては90、100、190どっちもいいか、タイヤのサイズだと少しね履くのが厳しいということになると思います。あともう一つこれより下のやつってあったかな。もう一回ちょっと家で見てみますわ。はい、でまあとりあえず走れないことはないんで、はい、これで今度雪道デビューしてみようと思います。行くぞー。